見せてもらおうか。劇場版 G のレコンギスタの性能とやらを。やつだ、秋葉の赤い彗星、ウェルダン穂積だ。はい、ということでございまして、売れない芸人20年、最弱ライフハッカーウェルダン穂積でございます。よろしくお願いします。ウェルダンおもんないでーということでございましてね。はい、劇場版 G のレコンギスタ見てきました。ガンダムのね、海の親富野監督の、十何年ぶりかの新作ですね。だったその G のレコンギスタの劇場版5部作のやつなんですけど、でやってる劇場がすごい少なくてびっくりしたんですけど、千葉で1巻、東京で2巻で、まあ、他全国でねポツポツって感じだったんですけど、俺なんでこんな少ないのかなと思って、まあ、見に行くの時間がなかったから、僕インターネットでこの有料のやつでセル版で買ってもう2回見ちゃったんですけど、いやこれね、富野監督ってインタビューとかで、いや大人は見なくていいですっていつもずっと言ってたんですよ。 G のレコンギスタの時テレビとかずっと、だからもうこれなんでそんなことを言うのって、見させてやって思ったんですけど、で劇場の関数も少ないからこれ大丈夫かなと思って見たんですけど、5部もやるのにね、これはねやっぱ面白かったですよ。 G のレコンギスタやっぱ面白いですね。すごいですよあれ。僕テレビ版ももう何回か見たんですけども、だってまずG のレコンギスタ 何がすごいかって、仮面の男出てくるじゃないですか。シャーみたいなのがやっぱね定番ですから、ガンダムって仮面の男つけたら出てくるんですけど、それを見た登場キャラクターの一番初めのセリフがダッサーって言うんですよ。すごくないですか。まずそれが言っちゃうんだってよく見たら確かに、まあそのね、まあその見方によるけどダサいとも言えるじゃないですか仮面ってね。それを言わせちゃうっていうのがリアリティ、そのなんかそのね、情緒、なんか嘘つかないとこがすごいんですよ。キャラクターがこのリアリティを常に追求してるっていう、思ったことパッて言うっていう、なんていうんですかね、言葉のやり取りの感覚、やっぱ富の武士って昔からガンダムはセリフの取り回しのことが遅いとか、主語が抜けてたりするんですよね。出てこなければ死なずに済んだのにみたいな、なんかこうお前主語が抜けててなんかポイントだけ喋るんですよね。でなんかその五感を、言葉の感覚を富の武士って昔から言われてるんですけども、それがやっぱりあの人は作家ですから、物書きで何ですか、物語作る人って自分でも絵が下手って言ってるんですよね、富の監督って。だからやっぱそこが前面に出ててるとこがすごいです。だから僕もうなんか2回見て分かったんですけど、あれやっぱりその子供に見せたいっていう意味がやっぱかなり何回も言ってますから、インタビューとかで重要だと思うんですけども、そこは要するにポスター、ダンスしてるポスターなんですよね。あんまりモビルスーツとか戦争って感じじゃない感じので、戦記もの戦争ものはやりたくないと。戦争のリアリティじゃなくて、世界の深みとか厚みとかを感じるリアリティを受け取ってほしいって多分思ってると思うんですよ、子供で。だからね、大人に見てほしくないってなる、結構本当なのかどうなのか分かんないんだけど、人基本的に本気で言いますから。ガンダムもずっと続けてて、一時期富野監督ガンダム見るなみたいな感じで言ってた時があるんですよ。でだけどお台場に等身大ガンダムが立って、歴史が紡がれていく過程を見ていく限り、悪くないなと思ったんですって。ガンダムオタクたちがこうやってガンダムってずっと言ってることに対してだんだん肯定していって今に至るんですけども、そこでまた今度はじゃあ子供たちに向けて種を植えたっていう今回の G のレコンギスタなんですけども、大人が見てもって大人にも全然見た方がいい部分が大きいです。ただ要するに今までガンダムがやってきたニュータイプっていうのを提唱して、新しい人類っていうのだけど、ニュータイプっていうのは間違いなんじゃないかって最近思い始めた、いつからか思い始めたんですって。だから多分 G のレコンギスタで描かれているものっていうのはオールドタイプ、要するにニュータイプみたいな超能力とかそういう新しい感覚ではないけれども、人間が地に足のついた感覚の言葉とか衝動とかは何なのかっていうのを、それを伝えたいんだと僕は、強いし頭いいしだけど結構性格はひょうひょうとしてるんですけども、結構根っからもう体に平和、なんで戦争するのか分かんないとか、なんで争い合っちゃうんだっていうのをもうずっとこう
体に染み付いてるんですよね。なんでそんなことしちゃうの。だからそれにこうせなんていうの、争いや政治に巻き込まれていくそのベルリゼナムの成長と彼の発する感覚っていうのが、この今までのガンダムなかったというか、その集大成ってある意味で言えるんですけども、なんかその伝えたいことを体現してるっていう感じがしますね。そういう、G のレコンギスタでございました。僕がほんでねすごいなと思ったのが、やっぱモビルスーツ の、まあそのキャラクターの名前もそうなんですけども、で途中でチラッと出てくるモビルスーツで、そんな重要じゃないモビルスーツなんですけども、ヘカテっていうのがいるんですよ。ヘカテ、この僕名前聞いた瞬間にうわやっぱすごいと思いましたね。セリフで女の子がバーって降りてきて、パイロットがヘカテ取り回しのいい機体よみたいなこと言うんですけど、まあ言うんですけど、いやーこうヘカテっていいなと思いましたね。いやいい名前つけんなと思いましたね。いやもうなんかねやっぱ面白い作品、あそのいい作品っていうのはやっぱネーミングセンスからして、まあ、ガンダムもそう言われてるんですけど、初代ガンダムもやっぱすごい、まあベルリゼナムにしてもそうなんですけども、まあ、いいですよ。ヘカテでした。チャンネル登録お願いします。